はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時半になろうとしていますね。5月は6日木曜日で、土曜日でございまして、何でもない土曜日なんですけど、日が照ってましてですね、風がビュンビュン吹いててですね、この回転式のドアが閉まってしまいました。ほんまにね、もうそんなに風吹かんでええのにと。でもね、日が出てまして、ちょっとまったり気分が出てましたね。ちょっと眠たい、寝ようかな。だからシエスタですね、ちょっと寝ようかなと思うんですけど、これ喋り終わった後で眠たければ寝たいなと思って、要は2時半ですからね、寝て3時半でちょうどええやんっていう感じですけど。はい、産経新聞でございまして、田中一生さん、20時44分、昨日ですね。最近ね、何でもない時に咳が出る。こう、うっとこう、なんていうか、こう、来るんですね。これ、何でしょうかね、喉から来るのか、呼吸器から来るのか、ようわからないですけど、こう咳よく出ますよ。でも、風邪ではないんですね。すみません。夏でなく早期訪韓、首相こだわり、7日に11年ぶりシャトル外交再開というタイトルでございますね。ちょっとコーヒーを。岸田文雄首相は7日、韓国ソウルを訪問し、ユン・ソンニョル大統領と会談する。これね、まだアフリカから帰ってきたの昨日ぐらいちゃうのっていう感じです。今日？よう知らんけど、別にあのおっさんがどこにいようとあんまり関係ないっちゃ関係ないですよ、私は。まあでも忙しいことですね。明日ですね、ソウル行かはるんです。3月16日の東京での首脳会談で、11年以上途絶えている首脳同士の相互往来シャトル外交の再開で合意してから約50日後の早期の訪韓となる。あのね、別に訪韓するね、喫緊の課題があるわけではないんですよ。でも岸田が訪韓すると決めたんですね。世論や野党の反発を受けながら日韓関係修復に動いたユン氏に呼応する狙いがある。呼応ってのは最近向こうが言うてるあれですけどね、要は向こうの誠意に応えようということですね。歴史認識は主要議題とせず、北朝鮮対応や経済安全保障の連携、風がすごい、強化など両国の共通の実利に焦点を当てる。首相は今回の訪韓を日韓関係の加速や国際情勢について腹を割った意見交換を行う良い機会と位置づける。日本政府内では夏の訪韓も取り沙汰されたが、首相が早期訪韓にこだわった。夏以降となると、ユン氏が3月に続き、今月中旬の先進7カ国首脳会談、今月中旬なん？あ、そうか、そうですね。G7 広島サミット拡大会合参加のために連続して来日することになるくらいだった。こんなん関係ないやんと思うんですけどね。なんでそんなところで気遣うんやろと。ええやん、そんなん来たいって言うの来たらええやん。向こうの都合やん。この辺がね、岸さんのね、変に甘いとこなんですよ。あの、こういうことってね、日本人は気遣いますけど、よその国の人は そこまで気遣わないって。特にお隣さんってね、そういうところにあんまりこう気遣わないんですよ。というか、むしろその変に誤解をするんですよ。お、岸田すぐ来るやんというふうになってですね、あいつは意見でっていうふうになってしまうのが向こうなんですね。だから下手に気遣うことないんですよ。これ大きな誤りですよ、はっきり言って。つまり連続日本に来るということをさせないためにこっちがもう一回行くってことでしょ。いらんやん。あのね、岸田君ね、あの長い間5年ぐらい外務大臣務めたんですけど、この人 もしかして外交音痴ちゃうかなと僕は思います。あの、そもそも林芳正を外務大臣にしたという時点でかなりの外交音痴ですね。そのありえへんやんっていう世界なんですよ。なんでっていう世界なんですよね。それをやって1年もう2年近く経ちますけども、まだそれを変えていないわけですね。
だから何度も言いますけども、日本の外務大臣とアメリカの国務長官って下手したら2ヶ月に1回ぐらい会うんですよ。全然会ってないですよ。林芳正とブリンケン、向こうの5、6回は今で会ったでしょうけども、だって1年2年近く経ってるのにそんなもんですよ。それもですね、オフィシャルな会合だけですよ。 G7 外相会談とか G20 とかそんなんだけですよ。個別に会いに行くとかってほぼないんですよ。これがね、なんで異常やと理解できないんでしょうね。それが岸田さんなんですよ。だからこいつね、外交音痴ですよ。で、今回の訪韓も実は外交音痴から出てるんですよ。2回来させたらええねん、そんなもん。ほんまに。なんでそれをね、アフリカから帰ってきて、疲れたわって言うてるのにまだ行かなあかんねんと。アホちゃうのと僕は思いますよ。もうこういうことをやるとね、あの人たちって、あれ、誤解をするんですよ。日本からこう前のめりで来てると思い込んでしまうわけですよ。そうするとまたややこしいことになるわけですよ。なんでそのわざわざややこしいことをやるんやろうと思って、もうその辺が信じられへんなと。もうユン政権は3月、いわゆる徴用工訴訟問題で国内の強い反発が出る中、韓国政府傘下の財団が日本企業の賠償金を支出する解決策を示し、日韓関係正常化に舵を切った。外務省幹部は首相の早期訪問によりユン氏の政治決断に応えると語る。あのね、まあアメリカの要請もあったと思います。ユンさんこの前、ですね、国賓でアメリカに行って大歓待を受けました。ただですね、まあ言うてみりゃですね、お土産はほぼなかったんですね。原子力潜水艦が寄港するというだけです。で、核管理共同でやるということに合意したとかって勝手に発表しましたけど、そんな合意してへんと向こうにすぐに発表されました。相変わらずですね、信用されてません信用されてへんけどね、アメリカにしたらね、まあ一応同盟国やしね、みすみす手放す気はないわけですよ、韓国という同盟国を。で、まあしかもですね、半導体ではですね、ある一定の地位を築いてますから、味方にしとかなあかんわ、手なずけなあかんわけですね、簡単に言えば。手なずけてはいるんですよ。それで、ユン・ソンニョルですね、本当は中国にもですね、媚びを売りたいんですけど、それができないわけですね。だから日米韓という三国の絆を深めるために、岸田、おいお前ちょっと韓国行ってユンに元気づけとけとかと言われてるのかもしれません。多分そうやと思いますまあだから行くんやとは思いますけども、まあ言うてそこまでやることないわけですよ。夏で十分です。多分それは岸田の個人的なですね、思い入れが反映して、多分ユンさんとはですね、一緒にオムライスも食った中ですからですね、こういう人はうまくやっていけると思ったんでしょうね。だから励ましに行くんだと思いますけど、まあそれにしてもですね、お前分かってないなと、本当に分かってないな君とこんなところで行ってね、大して成果もなくですね、一緒に焼き肉かなんか食うてですね、あいあいってやってもですね、これがどんだけプラスがあるんやろうと、日本にとってね、ユンさんにとってもですね、どんだけプラスがあるんやろうと、ちょっとバタバタしすぎますよね。どうせ今月 G7 あるわけですよ。そこに呼ばれてるわけですよ。そしたらユンさんは稼げるわけですよ、自分のポイントを。こうやったら7月か8月にしてあげた方が良かったんちゃうんかなと。岸田の変わってな思い出ですね。連続2回に日本に来させたらあかんという。そんな気遣いというのは日本人だけであってですね、向こう人はそんな思わへんねん。帰って誤解するんですよ。そうするとまた面倒くさいことになるんですよ。基本的に面倒くさい相手ですから、こう面倒くさい誤解はあんまり与えん方がいいわけですよ。それが分かってないんですよ。だからこの人本当に5年間もね、外務大臣やってきたかなと、こう外交センスというものの基本を疑いますね。分かってないんやろうなと、まあ、林芳正をね、外務大臣した時点で
こいつ分かってないなと思いましたけど、今回のこれもですね、つくづくこいつ分かってないなという気はします。全部読んでません。一応貼っときますね。確認された方は言ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。